第10回、ナックのゆるゆるベース講座。それでは早速。オープニングがついた。はい、ちょっと番組っぽくなったでしょう。映像は、過去の弾いてみた動画の名場面から。曲は、前にネタで作ったものの中から、オープニングに使えそうなのを選びました。ちなみに、ギターはナックですが、その他の楽器は打ち込みです。ベースも打ち込みです。ベース講座なのに。はい、話がそれましたが始めましょう。まずはこちらをお聞きください。今回のテーマは、ストレッチです。今までは、なるべくストレッチをしなくても弾けるフレーズにしていましたが、ぼちぼち指を開いていこうと、とは言っても、いきなりローポジションだときついと思うので、フレットの間隔が少し狭いポジションにしました。7フレットを人差し指、8フレットを中指、9フレットを薬指、10フレットを小指、です。今回は練習なので、ずっと4フレット分開いてますが、普段は3フレット分くらい。ストレッチが必要な時にすっと開けたらいいと思います。手に少し負荷がかかるので、無理をせず、疲れたら休んでください。最初からできなくても平気です。体操、運動でもそうですが、ストレッチは1日や2日でいきなりできるものじゃないです。積み重ねが大事です。というわけで、頑張っていきましょう。たけし君、その動きは何ですか？全身をほぐしている。その動きのまま、外を歩かないでくださいね。はい、よしこさん真似しない。指がうまく開かない場合、左手の指の間を、右手で少し広げてやるといいと思います。あくまでも、少し、です。痛みを感じたらやめてください。さっきも言いましたが、積み重ねが大事です。毎日少しずつ行きましょう。というわけで、もう一度弾いて今回はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。